Hello everyone, welcome to Art English School. 皆さんこんにちは。アート英語学園チャンネルへようこそ。私はアート英語学園の会長さつきと申します。どうぞよろしくお願いいたします。さて今日は、名物と言われていたカレーを食べてまいりました。これはですね、マンドルーラという名前の喫茶店で、なんと三重県議会棟の1階にある喫茶店で、プリンスカレーというね、名前のカレーがあるんですけれども、そこがね、こう、ひそかに、非常にこう人気というお話を聞いたので行ってまいりました。で、これはですね、こう、議会棟に入ると、1階がすっごいだだっ広いホールになってるんですけど、その一番奥のところに、ちっちゃな喫茶店があるんですよね。で、知らないとそこに喫茶店があることもなんか気づかないような感じなんですけども、で喫茶店なので9時から5時までやっていて、まあ、普通は打ち合わせとかに使うのかななんですけども、そこにプリンスカレーっていうカレーがあってね、プリンスっていう名前じゃないです。で、私はね、プリンセスカレーだってばっかり思ってたんですけど、今日までプリンスでした。で、なんでプリンスカレーかっていうと、確かね、昭和59年に当時の皇太子殿下ご夫妻、だから今の天皇陛下、皇后陛下なんですけれども、がいらっしゃった時に、このカレーをお出ししたら、美智子様がとても美味しかったよって言ってね、なんかお褒めになったという逸話がありまして、でそれをなんかよくわからないんですけども、20年ぶりにその味を再現したって書いてあったので、まあしばらくなかったのかな。でどんなのかなと思ってですね、一度食べたいと思っていたんですけれども、議会棟に行ってもですね、結構遅い時間に行ったらもうなんか今日の分のカレーは売り切れましたみたいに言われることが何度もあって、でずっと空振りで、で今日はですね、もう絶対に食べようと思って11時に行きました。11時からカレー、だから朝ごはん抜きでね、頑張って行ったらありました。それで、どんなカレーかというとですね、普通にですね、こんな感じでライスとカレーがこう分かれて出されます。最初からかかっておりません、ルーはね。でそれをまあこんな感じでルーをかけていただくんですけれども、ビーフカレーなのかな、一応ね、ビーフカレーで、具が入ってるのもあったように思うんですけど、ちょっとお値段が高かったのかな。普通のやつだったので、ちっちゃなお肉は入ってたと思うんですけども、特に何か具がすごくゴロゴロあるという感じではなかったです。ですからこう、あ、カレーっていうのはルーで食べるんだっていうのをね、なんか再認識した感じで、欧風って書いてあったので、今インド風とかタイ風とかスープカレーとかカレーもなんか最近細分化されてますけど、なんか洋食屋さんのすごいなんか正統的なカレーという感じでございました。でちゃんと付け合わせにらっきょうと福神漬けがついているみたいな感じでね。でお味なんですけども、欧風なので尖った感じがしない。で多分ね、すごくいろいろ煮込まれてるんだと思うんですよ。で後から見たら三重県産にこだわっていて、まずライスのご飯が三重県産のコシヒカリかな。でお肉は全く牛 で野菜も地場のお野菜を使っているとか、でもお野菜なんかはもう、こう煮込まれているので跡形もないんですけどもね、みたいな感じで、どなたでも食べれる感じだから、カレーとハヤシライスにこうなんかかけなく近いみたいな感じで、ちょっと甘めな感じかな、辛くなくて美味しかったです。で量もね、そんなにないんですよ。結局ご飯もその一人分だし、でルーだけで具もないので、そんなにカロリーも高くない感じでしたので、お隣の人がね、なんかざるそば食べてたんですよ。で多分ね、あれ大盛りだの、すっごい大盛りのざるそばに大きいおにぎり、なんかこれぐらいのおにぎりを食べていて、普通に見たらざるそばのおにぎりの人の方がダイエットで、カレーテル食べてる私の方がなんか肉食みたいな感じなんだけど、いやこっちの方がなんかカロリー的には低いんじゃないかと思うぐらいのね感じでしたよ。でその後今月のイベントってなんかこう黒板に書いてあって、
そこにかぼちゃプリンってあったのでね、今月のイベントまで言われたら食べなきゃと思ってですね、それも食べてみたらこんな感じで、なんかちゃんとしたかぼちゃプリンで、こうゴロゴロと下の方からかぼちゃも出てきましたし、かぼちゃのスープ の, 冷たいタイプみたいな感じで、なんて言うんだろう、デザートなのかおかずなのかみたいな感じで、なかなか美味しかったです。でこのかぼちゃプリンはね、確かに100円でした。えっていう感じで、100円でこんな美味しいので、カレーは確か880円かな。なので、まあランチとしては、で11時に行った時にですね、すでにもうなんか席の半分以上が予約席でもうなんか埋まっていて、でカレー以外に日替わりのお弁当があるらしいんですよ。お弁当とかランチとかね。でそれがですね、今日はなんと煮込みハンバーグかなんか、そんな感じだったかな。でそれも黒板に書いてあったんだけども、でまだ11時台なのに、こうなんかフリーで入ってきたお客さんが頼んでいたら、あ、もうなんか本日分売り切れましたとか言われていたので、予約をしないとカレーも日替わりも食べられないようなレアものみたいでした。はい、なので11時に行って大正解でございました。はい、ということでね、なんか寿司駅前食べるとこいっぱいありますけれども、ここはなんか穴場なんだけども、なかなか話題性もあって美味しいし、いいんじゃないかと思って、なんかお客さんとかあったらね、またちょっとあそこ連れて行ったらどうかなと思ってチェックしてしまいましたので、プリンスカレーね、どうかなと思っている方いらっしゃいましたら、ぜひ一度早めの時間に行くか、もうあらかじめ予約していくことをお勧めします。12時過ぎるともない可能性が大ですので。ということで本日は美味しいカレーのご紹介でございました。以上、アート薬園会場さつきでした。 See you next time. Bye.